ワンちゃんの様子も見たりしなきゃいけないです。そうですね。どんなとこ見てるんですか。んワンちゃん犬ですか、はあ、犬の様子は、はあ、まあこっちを向くんで用事があるときはこいつが用事がある、うん、どんな用事、まあ、喉乾いたとか。あ、喉乾いた、うん、そうなんだ。へえ。ここは日陰なんでここにします。 あ、いいですね、ありがとう。うわすごいすごい海まで見える。こんな景色がいいとこがあるんですね、うん、知らなかったこっちは何方面になるんですかね。こっちはね、はあ、空港通り。空港方面か。新空港通りですね。へえ。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は黒いお顔に白いボディ、一度見たら忘れられないワンちゃん、メローちゃんのお散歩に密着。飼い主さんの塩沢さんにいろいろとお話を聞くよ。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。松山市の新空港通り近くの神社でメロー君と待ち合わせ。ここでよくお散歩をするんだって。あ、はじめましてメロー君。黒いお顔に白いボディのメロー君、お父さんと嬉しいお散歩。ここ来たことありますか。初めてです。この階段いつも上がってたら見客になりますね。ありますね。何段ぐらいあるんだろう。何段あるんですね。まあこれぐらいだったら知れてます。いや、すげえ気にしてる。え、何ですか。すげえ気にしてる私のこと、うん、それ変なおばさんですからね日焼け止め対策バッチリの気にしてるのって分かるんですか。分かりますよ、うん、よく振り向くとか。振り向くと。あ、もうついていけないんですけどはいはいはい、お辞儀が長いですね。いつも、お願いするのが長いんで。そうなんですね。はい、どうぞ。お水。神社まではお家から。家からね、10分ぐらいかな。犬連れたら。じゃあここまで、ここがメインで。そうそうそう。なるほど。よう飲みますね。お前も飲めよ。ありがとう。ありがとう。取らせてもらってるよ。だってなんか。
つもこのぐらいのお時間に。いや、今日は遅いですよ。あ、そうなんですか。小見さんに合わせます。え、私も5時から起きてるんでいつでもいいんですよ。あ、よかったよ。僕も今日はこいつに6、5時には起こされて、そうなんだ、ぐるっと近所行ったんです。あ、そうなんですね、うん、早くても全然大丈夫ですか。毎朝早いでしょ。早いです ね朝の。お、ずるずる出ますよ、ね。もううんちは終わってるんですか。うんち終わってます、はい、そう思う。一回で済むよ。ヤマト動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。ネコワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。あ、ごめんね、気が散って。マーキングですね。マーキングだらけ。へえ。あのガードレールでしょ。はい、あそこが眺めがいいんだよ。あ、そうなんですか。ありがとうございます。そんな中腰に並んでもワンちゃん目線でね、撮りたいんですよ。あ、出るか、出るか。そんなにおしっこ残ってないでしょういうぐらいマーキングしますよね。首輪じゃなくて胴輪をされてるんですね。首輪してないね。へえ、なんでですか。嫌い。嫌い。本人が。あ、首絞められるのが。気持ちはわかります、うん。お散歩コースはいくつかあるんですか。ありますよ。うん、ここともう一個あのお寺の方ですね。今日は神社やったのにお寺。うん。あと週末には五後島ですか。うん、五後島行ったり、はい、あの正木の海岸行ったり、うん、東レの近くですかね。あの辺で。そう、車で行って。車で行って。で、この長い25メーターのリードがあるんですよ。それで、まあ、ほぼ放し飼い状態みたいな感じ。へー。チラチラ私の方を見てくれます。お散歩するときに気をつけてることって何かありますか。うん、気をつけてること、はい、そうですね、まあ人とか自転車。自転車、うん、自転車怖いですね。一番怖いの自転車ですね。え、どういうことですか。まあ音がしないので後ろからいきなり来たときにこいつも急にパッと出たときに出会い頭にならないようにずっとこう振り向きながら、はい、へえ。ワンちゃんの様子も見たりしなきゃいけないです。そうですね。どんなとこ見てるんですか。んワンちゃんの犬ですか。はい、犬の様子は、はい、まあ、こっちを向くんで用事があるときはこいつが。あ、用事がある、うん、どんな用事。喉乾いたとか。あ、喉乾いた、うん、そうなんだ。へえ。ここは日陰なんでここにします。あ、いいですね、ありがとう。うわー、すごい。すごい。海まで見える。こんな景色がいいとこがあるんですね。知らなかった。こっちは何方面になるんですかね。こっちはね、はあ、空港通り。空港方面か。新空港通りですね。へえ。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。
年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。全部桜が咲くんで、あ、ここ桜ですか。桜です。へー、すごい綺麗ですよ春は。そうなんですね、うん、あのお散歩はだいたい1日のうちどれくらいの時間にされるんですか。1日にまあ朝早朝 7時に1時間ぐらい。ほー。と、今度交代で妻が、はい、そうですね、13時ぐらい、午後の13時からまあ1時間ぐらいですね。へー。2回です。朝と昼なんですね。夜はおしっことか大丈夫なんですか。夜はだから昼行ってれば大丈夫なんですけども、はい、昼行けない時があるんで、その時はまあ深夜になっちゃうんですけども、うん、おしっこだけの散歩してますね。健さんが、妻が、あ、奥さんが、はい、そうなんですね。そう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 。おー。で、うん、朝担当が私です。あ、そうなんですね、うん、でいろんなコースがあって、そう、コースはどういうふうにこう分けてるんですか。まあ僕の気分、その行ったことない道とか、なるべく通るようにして。へえ、行ったことのない道がメロウ君好きなんですか。好きですね、うん、好奇心はもう旺盛ですねとにかく人を見つけるのが大好きで、へ、もう人がいねえか人がいねえかばっかり見てますね。へえ、そうなんですね。そうで、好きそうな人、はあ、犬好きの人ってすぐ分かるんで、へ、もう飛んでいきます、うん、そうなんだ、うん、犬好きじゃない人には寄っていかない。行かないんですこれはね、不思議なことに。はあ、うん、そうなんですね、うん、あのお散歩の時のメロウ君の癖は人に寄っていくということです。それが一番ですね、癖があるって言ったらね、うん、人を見ると人の方に行きたがる、うん、じゃあおなじみさんもいたりするんですか。もちろんいます人に会いに散歩に、うん、そうそうなんですね。散歩中に好きなものは人以外に何かありますか、うん、散歩中に好きなもの、犬とかはどうですか。ああ、犬はそんなに好きじゃないですね無視しますね。まあ、向こうが寄ってくると、はい、まあ、一応その相手はしますけども、うん、自分からは犬には寄っていかないですよ。そうなんですね、うん、アホなんで。いやいやいやじゃあお散歩中の必需品はどんなものですか。まあ、このリードと、リード、あとはお水、うん、それと、まあ、うんちセット。うんちをしたらどうするんですか、うん、あのティッシュで取って、はい、ビニール袋に入れます。あ、で持って帰って、うん、持って帰る、そうそう、捨てると、まあ、こういった感じ。へー、うん、トイレットペーパーを何個も丸めて入れてるんですよ。それをで、まあ、包んで、はい、うん、袋に入れて帰ります。へー、うん、うん、うんこも健康のバロメーターって言いますけど、そう大事なんですよね。だから柔らかい日があったり、はい、硬い日があったり、出なかったらやっぱ心配になるんでね、うん、今日出なかったねとか思いながら、かわいそうだなって。やっぱ食べ物によったりとかするんですか。よ、うん、もちろん食べ物にもよるんだけど、出ないのは、はい、うん、ストレスとかもあるかもしれないし。デリケートなんですね、うん、へえ、そうなんだ持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか。
建築家にだってなれるかも。夢を広げるフェローグループ。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。犬をずっと飼いたいなと思ってて、はい、で保護センターのホームページを前もしょっちゅう見てたんですよ。愛護センターの、愛護センターのホームページずっと毎日毎日何年も見てて、何年も、うん、でやっぱ人気なんで可愛い子はすぐこの引き取られるんですよね。でまあしょうがないなと、なんかトライしてもまあしょうがないなって言ってたんだけど、トライはされてたんですか。で、ある日この兄弟が5人ぐらいいる、5匹ぐらいいるんだけど、それが出てみんなこんな顔なんですよ。まあここだけ黒かったり尻だけ黒かったり、はあ、腕だけ黒かったり、うん、これだけ顔だけ黒かったり、この可愛いなと思って言ったら、たまたまあのいいですよってことで、すぐ引き取りました。そうなんですね、うん、その愛護センターからってのは何か理由があるんですか。理由はまあかわいそうかなと思ったりしたし、ペットショップもね、見には行ってたんですけども、やっぱか、まあ、見れば可愛くなるけん、と思いましたが、そうなんです、まあ、巡り合わせというか、何年前に出会ったんですか。ちょうど2年ですね。2年前の何月頃。6、7月ですかね。あ、じゃあ本当に丸2年経って、うん、そうです。そうですか。家に来た当時のメロ君どんな感じですか。ああ、もう可愛かったですよ。ちっちゃくてね、コロコロ。ちっちゃくて。はい。あのゴマフアザラシみたいな感じ。じゃあゴロゴロしたり。ゴロゴロしてました。今何キロですか。13キロです。おお、うん。これ以上は太らしちゃダメよって先生には言われたんだよ昨日。あ、そうなんですか、うん。定期的にお医者さんに行ってる。ああ、もうワクチン打ったり薬もらいに行ったり。あ、そうなんです。そうそうそう、フィラリアの。フィラリアの、そう、何ヶ月に1回ぐらいは。一月1回は行ってますよ。あ、豆ですね、うんうん、へえ。まあ、検診、はい、先生に何か言われることってありますか、よく。まあ、来た瞬間に覚え、まあ、この顔なんで、あ、来たねって。来たね。カルテがいらないという。カルテがいらない。記憶に残ってる感じだな。、うん、そうですか、うん。あの動物病院の待合室でも人気者じゃないですか、きっと。まあそうですね、こいつがおとなしくしてないんで、だいたい外で遊んでますよ。あ、そうなんです。行かずに、あ、で順番来たら呼びに来てもらって。そう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 、なるほど。はい、あのなかなかね、あの最初はこうセンターから来ると、うん、いろいろ癖があったり怯えてたりするかもしれないなと思うんですが、うんうんうん、どうでしたか。まあそんな感じはありました。怯えてましたね、最初はね。ずっと懐かなかったですね。懐かなかった、うん、寄ってこなかったというかね、怯えててましたね。それがどうしてこんなに。分かんない。急にっていうか、まあ、じわじわと、懐いてくれだして。どういう作戦で。覚えてないですね。覚えてない。もうやっぱ可愛かったんで、ずっと抱っこしてたり、はい、無理やり遊んだりして、家族の皆さんはどうですか、ワンちゃんが来てから。あ、みんな飼ってよかったねって言ってますよ、やっぱりね。まあ、犬中心のような、家族なんですけども、はい、うん、じゃあずっと家でワンちゃん飼われてたんですか。いや、初めてです。初めてで、初めて。ずっと、まあ仕事はね、そのお店やってるから、なかなかその買えないだろうと自分で思ってたんですよね、やっぱりほったらかしてくることになっちゃうし、なんかあったら飛んで帰らんといけんけども、そういうわけにもいかないというような職種なんで、ずっと我慢してたんですけど、初めて飼ってみると、もっと早く買ったのが良かったと。初めてのワンちゃんがメロちゃんですか。そうなんですよ。ねえ、
でオスだから大変よとか。オスは大変なんですか。らしいですよ。やっぱメスの方が楽って言われますね。人間の子もなんかそう言いますよね、うん、だけど、はい、全然まあ大変で、大変っていうか、大変いうふうには思わないですよね。でもね、性格のなんかいいところってどんなところですか。2時3時ぐらいから深夜の1時2時まで一人ぼっちなんですよ。あ、そうなんですね。そう、僕が仕事してる間ね、はい、でまあ妻と二人で店やってるんで、あ、はい、家は誰もいない状況でずっと一人なんだけども、はい、すごいおとなしく待っててくれる。おとなしいかどうか分かるんですか。カメラつけてます。カメラつけてる、はい、ちゃんと 寝ながら待ってたり。待ってます。寝たり、まあ、ちょっと移動したり、ソファーからソファーへ移動したりとかぐらいはしますけども、まあ、吠えもせず。最初はそれがすごい心配で、まあ、近所迷惑になるんじゃないかと、うん、でもそれが一回もなく、帰るまでじっとしてるところがいいところかな。そうですか。すごい協力的ですよ。へー、うん、メロウ君の協力でお仕事ができる塩沢さん、そのお仕事場とは。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。メロウ君のお父さんを訪ねて松山市2番町へ。ここかな。入ってみるよ。和風の感じ。ここがお父さんとお母さんが切り盛りするお茶漬けのお店、だし茶漬け網元茶屋。ごめんください。はい、猫ワンです。メロちゃんのお父さんとお母さんがこちらにいると聞いて来ました。あ、やっぱり白と黒なんですね。そうですね、犬に合わせて、はい、決めました。犬に合わせて、ハモやタイなど愛媛の魚を独特の製法で食べさせてくれます。お父さんかっこいい。ハモっていうと、やっぱり骨切りですかね。まあ、全国の料理人さんはほぼ 100% ザザザザザザって、あの音を聞かせるというか、はあ、皮1枚残して、ギリギリのところで包丁を止めて、骨の身だけを切っていくという、はあ、ものすごい難しい技術なんですけど、はあ、それを極めることに全員が一生懸命なんですよ。そっちの方向に向いてんだけど、はあ、僕だけこっち向いちゃった。どういうことですか。包丁、骨を切るんじゃなくて、タイヤ1枚目のように取ってしまう。骨取るってあんな何千本もありそうな。何千本もあります。あ、本当にあるんですか。ありません。あれを取るって、取ってたら日が暮れて朝になっちゃいますよね。それが最初はそうなんだけど、1日ずつ早くなっていって、どん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 早くなっていくのが人間なんで、極めたらおにぎりより早くなっちゃいました。はあ。その骨取りを始めて何年くらいになるんですか。どうでしょう、まあ
7、8年かな。そう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 、なんですね。まあ、構造さえ分かれば、骨の構造、骨の構造、まあ見なくても目視できないので包丁の感覚だけで取っていきますから、そう。でも全国の農林さんも取れないと思ってるから骨切りしてますが、なんか取れるんじゃんって分かってしまうってば皆さん取りにかかると思います。その技を実は秘密にしておかずに教えてらっしゃるそうですね。ああ、もうそう、いいものはみんなで分かっちゃいましょうということで。いいんですか。いいでしょう。だって食べる人の方が大事なんで、作る人の方よりも。実際私たちもあの骨ちょっと気になるなってのはやっぱありますね、ザクザクした感じ。あれがなかったらどんな味なのかちょっと分かんない。これもう骨のイメージです、ハモというと。そうだね。だから料理全体に言えることなんだけど、あの料理人さんが料理作るときに、下手な人間ほど包丁の数が多いんですよ。へえ。こう、あの美味しい料理ってのはやっぱ包丁の数が少なく作っちゃうんですよ。あんまり食材を痛めつけないと。でも、ハモの骨切りだけは真逆で、もう無数に包丁を入れていくっていうのが技術になっちゃってる。でそれゆえに、やはり旨味が逃げ出しやすい。あ、そうなんですか。本来の美味しさが、本来の美味しさが分かりづらい。へ、なので梅肉のっけたり酢味噌で食べちゃうんだけど、もうそういう強い味しかもう印象になくて、顔自体の味っていうのがいまいちよく分かんないと皆さん思うんですよね。骨の感じしか分かってないです。そうそうそう、食感というか、骨食べたなって感じ。そうそう、だけど、まあ、タイヤ嫌めのようにね、どんな料理でも作れるんで、骨がなければ。もう肉になるわけですね。あ、そうそう、これはもう食う側にしてみたら朗報だし、じゃあそれを全国の料理人がやってしまえば皆さん喜ぶんじゃないかと。世界変わりますよね。あ、もちろん変わると思うし、まあ、文化も変わるし。そうそうそう、来年のノーベル賞は塩沢さんじゃないですか。まあ、それは繰り返されるもんであって、例えば僕らが死んだ50年後のかは、実は昔骨切りって技があったらしいぜっていう話題になって、誰ができるやついないか探しまくってるようになってることもあると思います。今までの歴史はたまたま骨切りだって、これから骨取りが歴史となってまた骨切りになってっていう繰り返しだと僕は思いますけどね。骨抜き？抜きじゃなくて取り。骨取り。そう、抜けないんですよ。抜ける構造になってないの。まっすぐじゃないから骨っていうのは途中でワイル字になったり枝分かれしたりしてる骨がいっぱいあるので、片方から抜けないからもう切ってしまえっていうことになっちゃってるんだけど、要はその骨の形に沿って包丁を入れてさえいけば取れるんですよ。ほとんど外科手術みたいな、オペみたいなんですけども、解剖学みたいな。そんな感じから、どっちかっていうとね、ハモ腕になった感じですが、次回いよいよ試食です。そしてメロちゃんのおすすめもご紹介、お楽しみに。猫ワン、松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。
お、もう一回行くの何回でも行きます。本当ですか、強いね。